KPC Channel PDCA School。 どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今ですねちょっと出先で大阪におりまして、動画ねどうやって作ろうかなと思って、今日はちょっとね高専に関する、公式が発表していたり、まあ各社、ニュースを取り扱っている、各社が取り扱っているような、高専に関するニュースをちょっとね取り上げて見ていきたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。この動画は高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルと高専受験のための学習塾 PDCA スクールの提供でお送りします。それでは見ていきます。最初のニュースはってところなんですけど、まあ、こんな感じで高専機構のこのページですね、国立高等専門学校機構のこのお知らせっていうところのページに行くと、高専に関するニュースだったり、全国の各高専が発表しているようなイベントだったり、その学校内での出来事っていうのを知ることができるので、もしね、あの日々こういったニュースを目を通しておきたいなという方は、ぜひぜひこのね、ページを概要欄貼っておきますので、ブックマークに入れておいてみてください。まず最初ね、見ていきたいと思います。最初はですね、こちらでございます。高専フェス2021というふうに書いてるんですけど、これ実はですね、ちょうどタイムリーで本日のイベントだったんですね。小中学生対象、国公私立高専合同説明会、6月6日東京、7月11日大阪というふうに書いてるんですよね。僕がね今ちょっと大阪に来てるのは別の用事なんですけど、6月6日ということはね今日本日東京で実際の会場で行われているということなんですね。国公私立高専合同説明会高専フェス2021が2021年6月6日に東京、7月11日に大阪で開催されるというふうに書いています。今回は会場イベントのほかオンライン配信でも開催、 YouTube のですね、まあ、非公開の状態で限定公開で、生放送がされるということで、僕もね実際申し込みをして、ちょっとね覗いてみようかなと思って、今日ねちょっと登録して、これからね今撮ってるのがね朝なので、11時から16時までのなんか開催ということだったので、ちょっとね覗いてみようかなと思ってます。参加申し込みはウェブサイトにて受け付けています。入場無料、服装自由ということで、ちょっと覗いてみましょう。これね小学生中学生でこれから高専受験を検討なさっている皆さんはぜひぜひ、特にね私立の高専だったり公立の高専はねちょっと情報がなかったりするので、見る価値ありかなと。で多分ですけど、うぬぼれるわけじゃないんですけど、多分 YouTube でやってるようなね情報でほとんど取り扱えてるのかなと思います。で確実なメリットとしては、実際に高専に入って勉強することだったり、勉強することでできるようなことを体験したりとかね、プログラミングのなんかなんて言うんだろうな、小中学生向けの体験会だったりとか、そういうのがね多分普段できないことかなと思います。でちょっと見ていきましょうね。これはおそらく先ほど申し上げたことと同じ説明なので省きましょう。高専で学ぶを知るフェスティバルということは、結構体験型のなんかねイベントなんでしょうかね。全国の国公私立高専の紹介や高専全般に関する情報を発信します。高専の魅力を紹介する説明会や高専の体験、興味がある学校について詳しく知ることができる相談会を、実施しますということで、おそらくね入試に関しては詳しくって感じじゃないんですかね。ぜひぜひ勉強のモチベーションを上げたり、高専にね絶対入学したいっていうね、そのやる気をね高めるイベントになりそうですね。去年ですね、昨年度は新型コロナウイルスのため中止となったが、2021年度は感染症対策を実施した上で開催する。6月6日は東京の秋葉原 UDX 秋葉スクエアって書いてますね。僕すいません、あんまり知らないんで読み方合ってるか分かんないんですけど、7月11日は大阪の梅北、これシップでいいんですか、シップホールで開催。2021年度は会場イベントのほかオンライン配信も実施する。オンライン配信はですね、ちょっとコロナが怖いとか、あと他に、まあ、遠すぎますよとかね、そういった方々にね、ご利用なされるんじゃないでしょうか、ね、利用なされるんじゃないでしょうかね。怖いですよね、東京と大阪で会場開催ってよく踏み切ったなって思いますよね。ということで、オンラインでも情報ゲットできるということでお得ですね。で対象は中学生以下の高専に興味のある児童生徒とその保護者の皆さん、入場無料、服装自由、東京開催の参加申し込みは、ウェブサイトに受け付けてますということで、今日開催 だなんですけど、どうなんですかね、当日も申し込みできるんでしょうか。一応ですね、参加申し込み、当日も OK なのかな、わかんないんですけど、概要欄に一応貼っておきますね。なるほど。やっぱり多分初心者向けのイベントになると思うんで、多分どうなんでしょうね、多分僕の予想では YouTube で取り扱っている高専に関する情報よりも詳しいものは多分手に入れれないかなと思いますね。どっちかっていうとメリットとしては予想ですけど、何かロボットだったりプログラミングの体験会だったり、そういったものをね知ることができたりとか、まあ、結構公式が発信できることって限られてるんで、まあおそらく当たり障りのない情報になっちゃうんじゃないかなと思いますけど、でもこういうところに行くことで勉強のモチベーションだったり、高専に行きたいなっていう気持ちをより高めることができると思うんで、もう個人的には高専に行きたいぞって強く思われている方は参加された方が有意義かなと個人的には強く思っています。はい、ということでいろんなニュースがあるんでね、ちょっと見ていきましょう。こんな感じでですね、オンライン YouTube カスアスクラとかあるんですけどね、これ高専生向け高校生向けっていう風に書いてるんですよ。高校生高専生向けのオンライン宇宙部活アスクラを開始しますって言ってるんですけど、高専って結構地学ですね、地学宇宙と、まあ、工学って結構マッチしやすい分野だと思うんですけど、でもやっぱり地学中心の勉強だったり科目って結構限られてるんですね。でこういう風にね、宇宙に特化したこういったね勉強会というか勉強コミュニティっていうのはあまり 見られないので、まあ、こういったものにもね、もし宇宙に関連したロボット研究だったりプログラミングに関する勉強だったり、もしくは他の分野とマッチングさせている複合分野に興味がある人っていうのは、絶対にね何かね自分の専門と他の分野混ぜて、新規的なことを研究したり勉強するっていうのはとてもね有意義なことで、まあ、人と比べてねニッチなところを攻めるっていうところで必ず大事になってくるところなので、こういう風に自分の専門
門とこういったね違う特化した部分っていうのを、まあ、別途勉強しておくと後々になってめちゃくちゃ助かります。例えば本当浅くでいいんですね最初は、例えば僕だったら画像工学勉強してたんで、例えば医学に関する、実践的な部分でもいいので勉強しておくと、あ、画像と医学でマッチングさせて何か共同研究できませんかなんてお話もあったりするので、ぜひぜひね、こういう風な、もし宇宙に少しでも興味がある人はこういう風なコミュニティに参加してですね、普通だったら書いてますけど部活動習い事同じ地域同じ世代のメンバーで構成されているような、まあ、中高生が参加できるコミュニティっていうのは限られてますよねと。中高生が参加できるコミュニティっていうのは部活動習い事同じ地域同じ世代のメンバーで構成されていることが多いですけど、自由に参加できるコミュニティ、宇宙に関するコミュニティっていうのはないですよねってことで、そういう風に今募集開始しているようですね。4月20日より先行予約をしていますが、5月2日から6月30日まで体験入部を実施するそうですね。そうそう、で高専で部活入られてなくてちょっとね時間に余裕があるよって人とかは絶対おすすめですね。うん、これね、これもね概要欄貼っておきますので、自分の専門と宇宙に関連してね、高専4年生5年生高専4年生5年生の、ところでまあちょっとね関連付けて研究したいなと思ってる方はその予習も兼ねてね、なんかできるといいかもしれませんね。これ本格的ですね。月額3000円程度の前後の部費が発生するというふうに、まあやるんならガチでってことでね、有料ということで、まあデメリットにもメリットにも受け取れますけど、僕はねこういうふうになんか会費がなんか発生するってことはね本格的なんじゃないかなって予測できますよね。まあ活動場所はオンラインZoom と Discord ということでね、これもコミュニティの形式で、開催されると。で、活動日も書いてますね。毎週日曜日8時から9時、毎週木曜日9時から10時、ちょっと遅めの時間なんですね。これね、体験入部して、まあ、どんな感じか自分に合ってるかどうかって見るのもいいですね。で、これ OK かなって思ったら入るっていう形も取れるっていうのもね、結構いいですね。で、体験入部が5月2日から6月30日ということで、面白いですね。ちょっと興味ありますね、僕もちょっと調べてみたいです。これも概要欄に貼っておくので、ぜひぜひご覧ください。じゃあ次行きましょう。次、本校学生が聖火リレーランナーに選ばれましたとか書いてるんですよね。多分ですね、とても実力があったり、すごい大きい大会で実力を残されてる方なんですかね。こういう風にね聖火ランナーに選ばれたりするんですねということで、でもなんか200メートルほど走りましたってね。最近なんか芸能人の皆さんがね、なんかこういうリレーランナーを辞退しましたとかあるじゃないですか。あれなんで辞退するのかなって僕不思議に思ってたんですけど、あれねただただなんか抗議の意を示すとかじゃなくて、やっぱりファンの皆さんが集まっちゃって感染ね、ウイルスの感染とかを広めちゃうっていう風にならないように、まあ、スタッフさんとかマネージャーと話し合ってなんかね辞退しますってことを決めてるらしいですね。なんかびっくりしましたね。何かの気持ちを伝えるためになんかリレーランナーをなんか棄権してるのかなと思ったんですけど、そういう理由だったんですね。じゃあ次見ていきましょう。これはね仙台高専の様子なんですけど、新入生課題解決型オリエンテーションを開催しましたというふうに。やっぱりね僕がね新入生の時もね、なんか山奥に連れられてこういうふうにオリエンテーションさせられましたね。これ書いてるんですけど、まあ、知識を持っていたらねすぐ解けますよっていうのを避けて、まあ、読解したり英語を使ったり実行何かねなんか行動に移すようなね実行力を試されたり、仲間と協力するように団結力を問うものとして、まあ、いろんなね学校の設備とかをね使い方を交えてオリエンテーションしたようですね。まあ、こういうのが最初にあったらねみんなと仲良くなりやすいからいいですよね。どうでしょうか、皆さんの通われている高専はこういうのありましたかね。コロナの影響でねなくなったりしたっていう声は結構聞いたんですけど、まあ残念ですよね。こういうのがあったら、こういうのがね中止されちゃったら残念ですよね。僕はねさっき言ったけど少年の家とかね山奥に連れられて高学年のねお兄ちゃんお姉ちゃんも先輩方もついてきてくれてまあ合宿ですよね。そういうのをねさせられた記憶がありますけど、まあああいうのがね一回最初にやったらまあ馴染みやすいというか学校生活に馴染みやすいですよね。というのをね思い出して懐かしいなって思いました。じゃ次見ていきましょう。こちら、なんかね面白いんですね。これなんか学生が久留米市の、環境啓発動画分別救助隊分けるんじゃを制作しましたということでね、面白いですよね。こういう環境に関するなんかねシンポジウムじゃないけど環境フェアが開催と、ウェブ開催でって書いてますけど、こういう風にね動画も作るっていうのはねすごいですよね。部活の一環でこういう風に学生さんが、こういうねこのシンポジウムに乗っ取った内容の動画を作って公開するということで、まあねよく皆さんね高専に通われてる、してた人だったり、高専に通ってる人に対して、なんか、動画編集とか、動画作ってると、高専で習ったことを活かしてるんだねってよく僕言われるんですけど、で動画編集とか動画を作るってことは、まあ、高専でやりませんよね。情報学科とか特に。基本的にはプログラミングだったり、情報理論だったり、そういったことを勉強するので、まあ、こういうふうにね、課外で、なんか、動画とか動画編集とかをなさってる方は、そう、高専で学んだことじゃなくて、別途、そう、課外で勉強してる方々なんで、素晴らしいことなんですよね。そう、なので、あるあるなんですけど、そう、高専に通ってる人は、みんながね、動画編集とか動画を学校の本カリキュラムとして習ってるわけじゃないっていうのは、ご存知いただきたいですね。結構言われるんですよ。YouTube やってるのって、なんかせいやくんすごいじゃん。なんか高専で勉強したことが生きてるねって言われるんだけど、そう高専では動画編集とか動画作成とかっていうのは習いませんということはちょっとねお伝えしていきたいと思っています。でこれ次見ていきましょう。これもね久留米高専ですね。久留米高専2連発なんですけど、クラスマッチを初めて e スポーツにて実施しましたということで、まあ、コロナの影響でね実際のまあ対面のスポーツに関する、クラスマッチが行われなかったということで、これはねゲームですね。ゲームで、まあそのなんていうんだろうクラスマッチを行いましょうというような企画でした。でこれがですね面白いことにまあ普段はその運動が苦手な人ってクラスマッチってまあ、影役じゃないですか。1回戦だけ出てやめようとか、わざとその選抜に選ばれないで当日はちょっとねこう学校抜け出して遊ぼうとか学校内でちょっと友達と雑談して過ごそうとかなんですけど、まあ、これは逆ですよね。ゲームが苦手な人がこの次は影役になって、普段は運動のクラスマッチでね影役だった人がそう活躍するとか楽しむとか、こんな感じでねなんか陽と陰でね入れ替わる感じが面白いですよね。ですごいのがこういう運営とか企画ですね。そういう風になんかサーバー立てたりとかしたんですかね。そういう風に、なんか学生さんお二人が、これをね運営したということですごいですよね。普通にこれ優勝案件ですよ。お金出してなんかね行われるような、スキル
だったり、お仕事内容を学生さん、お二人、5年生のね、先輩方がやってますね。すごいですよね。まあ、こういったね、ポテンシャルも、持ってる方がね、数多くいらっしゃるということで、まあ、高専生ね、あるあるなんですけど、何かね、一つ以上、他の人より、まあ、抜きに出ているものを持ってるって人が多いですね。そう、尊敬するばかりです。じゃあ、次行きましょう。次はですね、大分高専ですね。大分高専でね、迷子の子をね、保護しましたってことで、感謝状されて、感謝状をね、渡されてる様子なんですけど、これね、ツイッターでもなんか見たなって思って、この件なのかなって思いきや違うようで、実はですね、大分高専以外にも、そう、近代付属高専、近代高専か、近代高専、まあ、近畿大学工業高等専門学校ですね、近代高専の方でも、まあ、この迷子の子をね、保護したということで、そう、なんか同時期にね、同じような、なんか褒められた出来事が2つ起こっててね、ほっこりするっていう。ね、結構ね、なんて言うんだろうな。まあな、こういうふうにね、地域貢献してるの高専生のね、がやってるのを見るとなんか嬉しくなりますよね。だからかといってね、なんて言うんだろう、その後輩の皆さんがこういうふうに、やってるのを見るとね、とても嬉しくなります。で、同時期に面白いですね、迷子の子を保護したっていう、なんか出来事がね、同時期に2回起こってて、なんか面白いなって思ったんで取り上げました。ということで、全体ちょっともう一回ちょっと見ておきましょう。これですね、高専、YouTube チャンネルもなんか開かれてるようですね。まあ、ここでなんか、あれです、限定公開で、当日の様子を、流すということで、YouTube チャンネルを開いてるようですね。で、まあ、こんな感じで最初のお知らせの画面で、確認ができますよってことと、説明会ですね、高専フェス2021というものが、開かれますよというお知らせというのをちょっとね最初に紹介させていただきました。でざーっとこんな感じでね見ていきましたけど、ぜひぜひ、それぞれのリンクをね概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひご覧ください。はい、ということでね、今日はですね、ちょっと出先ということで、高専に関するねニュースだったり出来事っていうのを紹介させていただきました。そんな感じでちょっとね今日は締めたいと思います。この動画は高専受験のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルと高専受験のための学習塾 PDCA スクールの提供でお送りしました。それでは、そろそろこの動画は締めたいと思います。あなたの選択肢に高専を。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.